ウランは、フランス、オーベルニュローヌ・アルプ地ーキ県、メトロポールド・リヨンのコミューン。リヨン西部のバンデューであり、サントイコール・フォアイコール・レ・リヨン、ラ・ミュラティエールと接する。9世紀に、アルニアスという名のコミューンが、ウランの地にあった。この地は、リヨンからガリアナル・ボネンシスへ向かうローマ街道が、通っており、ローマ時代の水道橋跡が見つかっている。19世紀半ばまでのウランは、 小さな農村だった。産業革命が始まり、ウランにアルフォンス・クレマンデゾルムによって蒸気機関の工場が設置されると町も発展していった。1854年、クレマンデゾルムのウラン工場はグランサントラル鉄道会社に吸収された。鉄道業界の繁栄が何年も続くウランの栄光の時代を築き、ディオンの性格業者、生肉化工場、ガラス製造など、 別の業種もウランに根付いた。第二次世界大戦期は市長クロード・ジョルデリーが体現した抵抗運動に象徴される。占領に抵抗し、1941年10月13日、工場はストライキを行った。夜間には鉄道労働者数十人が逮捕された。大戦後、町は変化を経験し、鉄道関連の工場閉鎖で不況に苦しむこととなった。 一方で、リヨン南西の重要な商業中心地となっていった。それは文化的復興でもあった。劇場や図書館が整備された。経済的変換から町はサービス業が中心となった。創始図、カシニーと、陰性。ありがとうございます。